はい、本日は水野のね、最新サッカースパイク、2つを、開封して紹介できたらいいかなと思います。それではね、早速開封していきたいと思います。はい、というわけで、水野の最新サッカースパイク、水野アルファですね、今回はね、ジャパンとエリート、この2つを、紹介できたらいいかなと思います。まあ、日本代表選手だと、吉田麻也選手だったりが着用している、サッカースパイクになるんですけども、今回ね、水野のレギュラーから、アルファに変わって、まあ、より、スピードに、特化した、サッカースパイクとなってますので、早速ね、機能性の詳細であったり、またあの、ジャパンとエリートの違いってところも、少し見れたらいいかなと思います。でまず、サイズ感とか幅感とかいったところですね、こちらに関しては、ジャパンもエリートも、まあ、そんなに大きく違いがあるって感じではないです。で足型ベースはモレリアネオ3をベースにしてますので、まあ、サイズ感も大体あの辺に近いかなっていう感触です。まあ、大きすぎないし、まあ、小さすぎない、感じですかね。で足幅に関してもなので、基本的にはそんなに変わらず、2E 幅ですね。まあ、大体レギュラー幅ぐらいになってるかなと思います。まあいいから 2E ぐらいなら、まあ履いていただけやすい、シューズになってるかなと思います。で重量が、若干ねジャパンとエリートで違います。 10g ぐらい差があるのかな。はい、ジャパンの方がちょっと軽いです。僕も 25cm で確か 165g ぐらいと、170もうちょっとだったかな、 7g ぐらいだったと思うので、ちょっとこう、重量差が出て、エリートの方が若干重い、ものになってますが、まあ、基本的にその片足 200g を切ってる、サッカースパイクなので、まあ、十分軽く、感じるスパイクかなと思います。でスペック、アッパー全速部なんですけども、今回アッパー素材には、ウーブン素材、が採用されてます。まあ、人工材、テキスタイル系ですね。でまあ今回ね、あの水野とか、サッカーショップカモさんとかの方でもあの記載があると思うんですけども、まあ、5層の、アッパーになってまして、一応表面がこう樹脂フィルムだったり、でその下にウーブン、そしてクッションフォームとか、フレーム材ですね、スポンジとかフレーム材が入って、最後上起毛材、裏起毛材が使われているという5層の、アッパーになっております。でこの構成自体は、ジャパンもエリートも特に、変わりはないです。ただ微妙に使ってる素材が違うみたいで、あの微妙にちょっとこうジャパンの方が、軽いとか薄いとか、表面触ってみたらちょっとわかるんですけど、ちょっとグリップ強そうとか、わずかな差なんですが微妙に違いはあります。この辺がやっぱりね、ちょっとこう値段の差を反映してるかなという気はしますけども、足を入れた感じとか履き心地とかいう面に関しては、まああんまり変わらないので、まあ、よりね、あの薄いとか軽いのを求めるんだったらジャパンなんだけども、まあ、基本的にそんなに違いが大きな違いではないので、まあ実用的には別に全然エリートで十分なのかなという気はします。で、今回ね、この人工素材ですね、ウーブン素材を使ったことによって、まあ、天然比較にはない、強さっていうものがあると。加えて今回ね、あのフレーム材とスポンジ材ですね、こんな感じの、フレームがねたくさんちょっと入ってます。はい、でこのフレームで、靴の補形性であったり、ホールド性を高めているっていうような仕様になってます。これはね前足部だけじゃなくって、見ての通りこう中足部以降もあのフレームが入ってると。でスポンジ材もこう入ってないところもあるんですけども、まあ、入ってるところもあると。でスポンジ材に関してはどちらかというとあのフィッティングの調整とか、ちょっとこう隙間が出やすいところを埋めてくれやすいような配置っていう感じですかね。今までのレビュラーとかだとどちらかというとこうボールをコントロールするために表側にこうスポンジが張り出ているような感じだったんですけども、どちらかというとちょっとこう内側のフィッティングを高めるような意匠が強い、そんなねスポンジ材の配置になってます。そこもねジャパンもエリートも共通したところだと思います。でアッパーのこの特徴ですね、があるんですけども、その次にやっぱり特徴的なのは、アッパーの裏材、裏側でしょうかね。結構今回なんかこうゼログライドメッシュみたいな感じの、ゼログライドアルファメッシュか、はい、まあっていう名前でついてるんですけども、スベード目付きのこうメッシュ材が使われてます。こうシューターの裏とかもこうちょっと粘っこいというか、こうザラザラっとした感じの、グリップ素材が使われてまして、この辺もね、ジャパンもエリートも同じように使われてます。まあ、こんな感じですね。はい、使われてたりします。でこれシューターの裏だけじゃなくて、このかかとのところですね、かかとの裏のところも、使われてたりします。ここですね、ここにもザラザラっとしたものが使われてたり、まあ、というところで、ジャパンもエリートもどちらもですね、こうシューズの中でのズレを、抑えてくれるような素材が、まあ、中側にも結構使われてると。なんで表にもこうフレームがあって、しっかりとこうブレにくい、ずれにくいようになってますし、中側もこうずれにくい、ブレにくいように仕上がってるっていうのが、特徴かなと思います。また今回ヒールカップ、カウンターですね、ここがちょっとこう外側につくような形になりました。でかなり強度が、ね、いいと思います。ここね、結構いい感じです。柔らかくなくしっかりとした強度が保たれてますし、しっかりね、あの硬いところと、ある程度フレキシブルなところをしっかり分けて作ってますので、非常にこうサポート性、保存性が高いと、いったようなかかとにもなっているというのは、一ついいところだと思います。
で注意したいのはモレリアネオ3と、まあ、足型一緒なんですけど、このかかとのフィッティングっていうのは全然モレリアネオ3とは、違いますので、そこはね試着して、検討していただけたらいいかなと思います。一応ジャパンが、よりこうねネオ3とはちょっと別物って感じですね。エリートも全然別物なんですけど、まあジャパンよりかは若干そっちに寄った感はあります。まあ基本的にはそのどちらもこうモレリアネオ3がぴったしハマるんだったら、アルファはハマんないぐらいかかとの形は全然違うので、まあ、ここはね注意した方がいいと思います。でインソールですね。インソールにも、ゼログライド、アルファメッシュですかね、表面に滑り止めがついた、インソールが採用されています。ここはね基本的に表の方は一緒です。裏面がねちょっと違うんですけど、まあそんなに強い効果はないので、まあ、基本的にあんまり変わんないと思ってもらっていいと思います。ここに加えてこのかかとの下ですよね、これちょっとインソールって言っても見えないんですけど、クッション材ですね、水のエナジーと言われるクッション材が、ジャパンもエリートも配置されています。このちょっとかかとの下ですね、直下にこう、沈みにくい反発性の高いクッション材を置くことによって、かかとからこう地面にガンとついた時にも衝撃をね、分散してくれると、まあ、疲れにくいというか、怪我しにくいようにクッション材がね、少しだけ配置されています。ここに関してはそんなにこうジャパンとエリートで違いがあるようには見えないです。まあ、大きな違いがあるのは前足部ですね、中側前足部、まあ、この辺の中に入っているわけなんですけども、ジャパンがカルボと呼ばれる高反発素材が使っています。で逆にエリートは、モレリアネオ3と同じ中底ですねが採用されています。なのでジャパンは、かなりこっち前側が硬いんですね。なのでこうすごく跳ねる感じの、中底になっています。なので地面を捉えてポンとゲッと出てくるような、反発性の高い中底になっているというのが特徴です。一方でエリートはエリートで問題ない、強度をしっかりとね、兼ね備えているので、自然な屈直性が、得られます。加えてもともとモレリアネオ3の中底って、まあ、別にめちゃくちゃ柔らかいわけでは全然ない、まあ、あれぐらいあって、ちょうどいいよねっていうぐらいの中底なので、正直ねバランス的にはエリートの方がバランスはいいと思います。ちょうどねいい感じっていう、扱いやすいし、まあ使い勝手もいいしっていう感じの、まあ、反発感になってるかなと思います。機能としてはね、ジャパンの方がいろいろとこう高反発素材がついてたりするので、まあ、いいかなって思われがちなんですけど、まあ、実際使うにあたってはエリートの方が結構優秀だったりはします。ジャパンは本当にこうフラッグシップモデルなので、まあ、あれです、アディダスの、X とか、ナイキのマーキレルとかプーマのウルトラのトップモデルみたいな感じの、結構際物だけどハマったらめっちゃ強いよねっていう、スパイクに近いです。エリートはそこよりはちょっとマイルドにしてあるので、もうちょっとねこうエリートはいろんな人に使っていただきやすいかなと思います。ハマれば強いっていうジャパンと使っていただきやすいエリートって感じですね。で最後アウトソールも、結構変わりました。一応土人工芝天然芝対応となってるんですけども、まあ基本的にこのメーカーの対応してるっていうのは靴が壊れないっていう意味での対応なので、人工芝は、結構微妙なラインだと思います。疲れにくいとか怪我しにくいっていう観点で見ると、状態のいい人工芝で本当は使ってほしいっていう感じですかね。でこれだけ見るとね、じゃあ人工芝用じゃねえのかと思うんですけど、一応プロっていうもう一個ね、安いのが1万5000円ぐらいあるんですけど、そこから土と人工芝に、もうちょっとこう適した感じになってたので、やっぱりこうエリートとかジャパンはどっちかっていうと、質のいい人工芝とか、もしくは天然芝で、使っていただくようなスパイクで、人工芝とか、もしくは土が多いっていう方はプロを買っていただいた方がいいと思います。ソール的にもね、そうやって分けられてるし、価格的にも分けられてますし、だからといってでもアッパー の質感、そんなめちゃくちゃ履き心地軽かって言ったら、意外とねプロまでは履き心地めちゃくちゃ変わっちゃうってことが少ないので、全然候補に入れていただいていいと思います。さすがにね価格差があるので、やっぱりジャパンの方がちょっと気持ちいいとか、エリートとジャパンだったらそんなに違いないけど、さすがにプロになったらちょっと違うよねみたいな人はいると思うんですけども、かなりプロでもいいと思うので、土とか人工芝メイン、結構がっつり使って方はプロの方がおすすめです。正直で試合用でとか、天然芝でっていうのであればジャパンも全然いいですし、エリートも全然候補に入ってくると思います。ちょっとハードユースが多いっていうんだったらエリートの方がいいですかね。でソールの話なんですけど、ソールは基本的に三角の、スタッドですね、こういうカクカクしたスタッドなんですけど、基本的には大体は前に、進むのに適したスタッドになってます。でキックに関してそんなにこう特化したところはないので、基本的には蹴るよりも走ることに特化したソールです。特に前と前斜めが強い感じなので、真横に切り返すっていうよりかはもう直進ですね。基本的には前にゴンゴンと進むか、もしくは前に進みながらカットっていうような動きが強いシューズです。地味にねターンとかも得意なシューズではあるんですけど、やっぱり基本的には直進ダッシュと、ストップで、あとはこう前斜めのカットが強いシューズです。
なので逆に言うとそういう動きが少ない選手にとってはそんなにはまらないかもしれないです。まあ、横への動きが多いとか、まあ、ターンに特化してるわけではないので、まあ、ターンが多い選手とか、まあ、そういう選手であればやっぱり、ね、あのモレリアとかの方がいいのかもしれないです。ただいいところは、モレリアとスタッドの配置構成が、まあ、近いんですね。一緒じゃないんですけど、ちょっと似てるので、あのモレリアの感覚でグリップが強いようなソールってイメージしていただくと分かりやすいかなと思いますし、モレリアから乗り換えるっていうのが、まあ、しやすい、アウトソールだなっていうふうには感じます。もちろんアッパーの履け心地とか、ソールの、ね、反発性とかも違うので実際には違うんですけど、そのスタッドの位置とか、配置っていうのはちょっと似ているところがあるので、感覚としてはね、ちょっと乗り換えやすい部類かなというふうには思いました。というわけで、ミズノの最新サッカースパイク、ミズノアルファジャパンとミズノアルファエリート、この2つをね、今回は紹介していきました。まあ、最近ね、ミズノそんなにこう、なんか、すんげえいいなっていうシューズって、まあ、多くなかったんですけど、まあ、モレリアツジャパンぐらいか、はいいかなって感じだったんですけど、他はまあ、なんか、いろいろどうだろうねっていうところがあったんですけど、アルファに関しては、それぞれのラインナップ含めてですね、だからジャパン、エリート、プロとあるってところも含めて非常にいいシューズに仕上がったのかなというふうに思います。かなりね独特なシューズでして、ソールの設計とかもちょっと細かく言うとちょっと話、まあ、ちょっとわけわかんないことになるのでしてないんですが、まあ、他のシューズではまず見かけない設計ですね。他のサッカースパイクではちょっと見かけたことがない設計で、まあ、非常に面白いというか、まあ、こういう人に使ってほしいんだなっていうのは見えるシューズでした。他のところのパーツとかもね、基本的に意外とそのミドルモデルとか、エリートモデルですね、プロとかエリートのモデルがジャパンと履き比べてもそんなにこうめちゃくちゃ劣化してるとかそういうわけが全然ない、かなり近い感覚で履けるので、そこも非常に嬉しいポイントかなと思います。結局その試合用と練習のスパイクを、まあ、普通はね多くの方分けると思うんですけども、まあ、やっぱりこう蹴り心地とか、止まり心地とか、ね、走り心地が変わってくるわけなので、できたら、まあ、本当は一緒にしたいみたいな、人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、アッパーもソールも、かなり近く仕上げてますので、そういう点でね、試合用と練習用、じゃあ、試合用に、まあ、ジャパンとかエリート買って、練習用にプロ買うみたいなのが、本当にしやすいシューズだなというふうにも思いましたので、まあ、そこはね、すごくいいところだというふうに感じます。まあ、ジャパンなんかはね、なんか、やっぱ久しぶりに、その5年か4年ぶりぐらいに新作が出たってところで、結構、売り切れてるところもあると思うんですけども、まあ、エリートだったらまだこう多くのお店で在庫もありますので、よかったらね、一度ね試着して購入をね検討してみてはいかがでしょうか。というわけで今回はミズノのアルファの、紹介解説でした。ご視聴ありがとうございました。